オシュトルの弟分であるキュールも加わり、息上がる白たち。その最初の任務はモズヌ盗賊団を再び捕らえることだった。かの盗賊一味は捕獲された後に収監されていたが、管理の隙をついて脱獄し、広い帝都のどこかに潜伏しているという。ずる賢いモズヌのこと、困難な任務になると思われた。だがしかし、モズヌがひょっこりと現れたのは、あろうことか白たちが根城とする白楼閣であった。一目散に逃げるモズヌを白たちは必死で追う。ここまで来れば。待ってください、お願いします。追いかけてきやがった。あのごめんなさい、この間はポコポコご迷惑を。でもお願いです、この子のことそんな風に言わないであげてください。ポコポはとってもいい子なんです。ちょっと大きいだけの優しい普通のホロロン長なんです。ですから。ふざけんな。そんな化け物みたいなののどこがホロロン長だ。どう見たって脱ぎさぶ髪に取り憑かれてるじゃんよ。ココポにひどい言いようだね。そうです、そのような言い方ひどいのです。これが普通のホロロン長に見えるってか。おめえら目が腐ってんじゃねえの。ホロロン長ってのはな、もっと小さいじゃん、もっと愛嬌があるじゃん、もっと色鮮やかじゃん。そうなのか。猫ね、二人ともなんで目をそらす。そんな地味でブサイクで巨大なホロロン長がいてたまるかよ。うるせえ、この地味地味なうんこ命を。ポコポは地味なんかじゃない。ルルティが吠えただと。なんだ畜生、本当のことを言っただけじゃんよ。やっちゃうぞてめえら、やっちゃうからな。
します。しかし、ルルティエがあんなに大きな声を出すなんて珍しいな。できません。邪魔させません。初仕事の相手がこいつだって幸先がいいのか悪いのか。私の弓は遠く離れた敵に有効です。ですので前衛はお任せします。な、何？結局俺らで捕まえることになるよ。なるですね。やるしかない。まったく面倒なこと。乱れ打つ。邪魔でバカ騒ぎしたかったのによ。ぶっ飛ばしてやるじゃん。
若だけど力だけはあるから注意して。これが本当のバカ力ってやつか。バカバカうるせえじゃよ。甘い、決めるよ。全力でいく。隠密として初めての任務は無事完了した。ハクたちの活躍によりモズヌ一味は再び投獄され、沙汰を待つばかりとなった。つかの間の安らぎを堪能するハクたち、この先も彼らは帝都に安寧をもたらすため奔走することであろう。そしてそれはあくまで民衆の預かり知らぬところであった。アトゥイを仲間に加え、多くの場が広がったハクたち。時あたかも、帝都は年に一度の王女生誕祭を迎えていた。王女の腰を先導するは、名高き大和の八中将。帝に浸水する無双の豪傑、豪腕のフライ。上昇無敗の知将であり左近衛大将三日月の兄来光、海運国シャッホロの王路、冥界のソヤンケクル、ルルティエの父であるクジューリ王、ラクドの王禅、号泣の使い手イズルハ王、長言の時房、ヤマトの実質的な大老、栄光のオシス、守りの戦いを得意とする助決、鎮守の宗近、そしてデコポンポ。年幼くもすでに王女としての威厳をたたえる王女アンジュに民衆は熱狂した。生誕祭の興奮が去り、帝都に日常が戻った頃、再び現れた謎の双子により、ハクは不思議な庭園に招かれる。庭園の主である老人は水戸、従う女性はほのかと名乗った。水戸に壊れるまま記憶をなくしてから今までの境遇を話して聞かせる博。興味深げに聞き入る水戸と、隣で優しく微笑みかけるほのか。博はどこか切ないような言いようのない思いにとらわれたのだった。